2区は、ホーチミン市に、かつて存在した区の一つ。サイゴン川によって分断されている、場所柄、以前は最も貧しい地区の一つであった。2TM 橋と 2TM トンネルの建設が公表されてからは、市の将来有望な地域として見られるようになった。2TM トンネルによって、市の中心部である1区と結ばれている。2TM 地区は、 コーチミン氏が2003年に再開発計画を発表した。国際コンペによって海外からの投資を受けながら再開発が進められる。その中で日本とベトナムをつなぐプロジェクトも立ち上がっている。このプロジェクトはバイジャパーク地区と呼ばれ、2TM 地区640ヘクタールのうち10.9ヘクタールの開発を担当している。主に IT 関係の開発事業オフィスとして開発される予定で、総事業費650億としている。2008年2月に本プロジェクトを推進する日越合弁会社、ビアパワーソースコープが立ち上がり、2008年12月には全体を監視する本社ビルも建設された。2020年12月9日に旧区、トゥドック区と合併して、トゥドック市となり消滅した。 肉は十一の棒を管轄していた。住所表記では棒が略称で書かれることが多い。ありがとうございます。